クッシュ。皆さんこんにちは、 DJ 加藤です。今日はですね、キングコングの梶原カジサックが柴田との NG を解禁した件についてお話したいなと思います。とですね、チュートリアルの徳井さんがですね、カジサックの番組に出た際に YouTuber のカジサック、カジサックじゃねえや、柴田のことを話してたんですよ。で、カジサックの口から柴田 NG だったんですけど、今回はありにしますみたいなことを言ってたんですね。あれって実質の、NG 解禁だと思うんですよ。で、カジサックと柴田の間で何があったかっていうのは、まあ、本人たちの動画を見てね、知らない人は確認してほしいなと思うんですけれども、結構ね、大きな出来事だと僕は思ったんですよ。ただあんまり話題になってないから、もう柴田もカジサックもある意味オワコンなんじゃないかなと思いました、全然話題になってないからね。ただカジサックと柴田がコラボしてなんかどんなことができるのかなと思ったんですよ。で、カジサックはね、芸人が出るから見てるけど、奥さん、嫁サックが出る番組はしこりたくなるから見ないし、あと子供もね、なんて言うんだろう、可愛いと思うんだけど、そこまで興味もないんですよ。だから、カジサックとコラボして何ができるかってのは正直ね、あんまりないんじゃないかなと思ってます。まあ、ただね、やっぱりね、芸人はプロじゃないですか。で、カジサックじゃね、柴田も面白いんだけど、やっぱりね、プロの芸人にはね、なかなか勝てないところもあると思うから、部が悪い、そうなってくるとやっぱりコラボするメリットってあんまりない気がするので、正直カジサック側から NG 解禁したとしても、あんまりね、面白いコラボレーションって生まれないんじゃないかなと思うんですよ。レペゼンタイマーが世界一で、まあ、YouTuber 同士でも結構そういうのってあると思って、レペゼン地球とチャンネルガードマンがコラボした動画とか、レペメンタルだっけ、あれとかもクソ問題じゃないですか。めちゃくちゃ問題でしょ、あれ見ました。で、あれなんでああいう風になっちゃうかっていうと、チャンネルガードマンって MY とガードマンって、まあ、芸人寄りの YouTuber だと思うんですよ。要はプロっぽい、やっぱりね、関西の人たちって面白い人多いから、なんかね、そのずっとお互いにボケたり突っ込んだりをこう、立場を入れ替えたりしてずっとやるじゃないですか。で、レペゼン地球っていうのはおもろいドキュンっていうか、単純にやべえやつだっていう感じでだと思うんですよ。だからやっぱりそのプロっぽい、チャンネルガードマン MY とガードマンのやり取りの中にレペゼン地球のやつらをごめんなさい、突っ込んでもいまいちね、うまく噛み合わないんですよね。事実そうだったじゃないですか。別にどっちかが面白くないとか面白いとかじゃなくて、やっぱりね、笑いの取り方が違うから、ああいう風になっちゃうんだろうなと思いました。はい、ちょっとね、話がまたね、それちゃったんですけど、とにかくね、柴田とカジサックが、まあ、NG 解禁したけども、あんまりね、期待はできないかなと思います。今回は以上です。チャンネル登録してね。チャンネル登録し